ということで今回はうう腹が減った。何が作ってくれ、おばあちゃん。おばあちゃん、じゃあ、りません私は歴史とした一般の男性です。ということで今回は美味しくアレンジされた鶏胸肉で、優勝させてもらうことにするわね。まずは鶏胸肉を広げましょう。ハートマークみたいで、可愛いわねこのハートをドラムスティックで、ボコボコにする。 勝ち抜き格闘で5代がいたら。棒状のものは、さっさと場外に投げましょうね。ジップロックに醤油、お酒、おろしニンニクおろし生姜を入れて、ブロックンハートを漬け込んでいくわ。そしてこのウーシャンフェンは,は一般の家庭にはないから、カレー粉をぶち込むわね。あらやだ、美味しそうや。それは完成したら言うセリフなの。 30分くらい常温で漬け込んだら、片栗粉をまぶしてフライパンにぶち込んじゃいましょう。揚げ焼きにすることで少量の油で済む。 普通に揚げるのとどっちがいいかは知らないけどね。私も知らないけどね。程よく火が通ったら取り出して余熱で火を通しましょう。ああ、これキッチンペーパーの上ですれば余分な油も落とせるし、一石二鳥、いや、一石二だね。食べやすいようにアルミホイルを巻いたら。ああやったおおやった この金色のモビルスーツみたいな色の胸肉、いかがかしらたまには揚げ物もいいかもな。ありがとうよ、おばあちゃん。ですから、一般男性です。ということで、あっという間に完食ね。簡単ひと手間のお料理、あなたも真似してみる。はい、江戸天。